ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はですね、非常に期待大、すするのめちゃくちゃ楽しみにしてきたお店です。ドン、東急多摩川線矢口渡し駅から徒歩すぐのところにあります中華そば磯部さんにお邪魔してます。こちら磯部さんはね、東京池尻大橋名店中の名店である八雲さん出身の店主さんが営むお店ということで、八雲さんといえば看板メニューはもちろんワンタン麺なんですけども、この磯部さんもね、またやはり看板メニューはワンタン麺となっていますということで、早速お店の方に向かっていきましょう。この磯部さんね、実は祖父の代から受け継いだ中華料理屋さんのね、3代目の店主さん、今の店主さんらしいんですけど、店舗の改装を機にね、八雲さんで修行して、それまでのメニューはもう全てやめて、ラーメンの専門へとね、リニューアルされたということで、相当な覚悟ができないとね、その祖父の代から受け継いだ中華料理屋さんやめるなんて、そんな決断できないですからね。そんなわけで、その本気のワンタン麺、早速進みに行っちゃいましょう。レッツゴー。中華そば磯部さん、初決算です。今回は人気ナンバーワンと記された白馬特製ワンタン麺と黒馬つけそばの2杯食いを観光したいと思います。つけそばの美味しい食べ方にも目を通しつつ、特別に店内の製麺機で自家製麺する様子も撮影させていただきました。先ほどオープニングでも言いましたが、磯部さんはもともと祖父の代から受け継いだ中華料理屋さんの3代目店主で、店舗の改装を機に八雲さんで修行、その後今までのメニューを全てやめ、中華料理時代から評判だった自家製麺をそのままにラーメン専門店へとリニューアルしたとのこと。並々ならぬ覚悟を感じつつ、これからやってくるワンタン麺に思いを馳せながら待ってるぞ。いただきます。いただきます。ありがとうございます。いただきます。こちらが中華そば磯部さんの白馬特製ワンタン麺です。うほー。スープ表面は少し黄金色に輝き、特製にしたのでトッピングもダブリ、ワンタンも綺麗に並んでいるぞってことで、いただきます。ではまずスープから。トーン。甘みが強めな白醤油味で、ベースとなるのは鶏、魚介、節系。特に鶏と節の芳醇な香りをスープから感じ、表面に浮いた油からもいい香りが不安定。あっさりしつつもコクのある白醤油味とベースの出汁感がしっかり主張してくれて、これならかなりうまいと思うすするの意見に高一も賛同してくれるでしょう。さあ続いて麺とご対面して、よっしゃすすろう。先ほど見た通り、麺は自家製でつるっとすすれ、風味もよく喉越しの良さもあり、スープとの素晴らしい相性を誇ってくれる。製麺する様子を見たので、より美味しく感じてしまうのは私だけでしょうか。いや、私だけではないはずです。すすった後に白醤油や出汁の風味がふわりと漂うのもまた魅力の一つで、思わずこれには顎が伸びてしまいそう。顎は伸ばしても麺は伸ばすな、そんな言葉を勝手に作り出しながらも、どんどんガンガンすすっていきます。さて今度はチャーシュー。まずは鶏から食らってみると、鶏肉の旨味が詰まったジューシーなもので、思わずうなずき10連発。負けじと飛び出す海苔の磯寒くんも陽気アクセントをもたらし、スープの旨味を底上げしてくれます。さあここでワンタンタイム、チュルンと食らう。スワン。肉のジューシーさもさることながら、皮の滑らかさが半端なく、修行元である八雲さんの DNA を感じる。さらに今度はエビワンタンを食らってみると、うめえ。バツンと弾ける歯ごたえと滑らかな皮が絶品のうまさを誇り、全てがハイクオリティなこの一杯の中でも群を抜いたレベルの高さ。スープをまとって喉越しもよく、さすが近鉄バファローズ最後の選手会長です。てな感じで、その後もひっきりなしにワンタンを食らい、ここで店主さんにある交渉。つけ麺を今からエビワンタン入りにしてもらうことできます。あ、できます、できます。はい。なんとあまりにもうますぎて、次に控えるつけそばにまでエビワンタンを追加トッピング。もちろん最後はスープを完飲して、1杯目の白馬特製ワンタン麺は完食です。それでは続いて2杯目、黒馬つけそばエビワンタントッピングです。シンプルなビジュアルではありますが、すでに麺の美味しさを知っているからか、かなりパワーを感じるぞい。そして追加したエビワンタンは、つけ汁とはまた違ったスープに使っているぞってことで、いただきます。ではまずオンリー麺すすりから。水で締められているので、腰をしっかりと感じる。そんな麺をすかさずつけ汁にさっとくぐらせて、1、2のすする。7、
まずはすするからの一言を聞いてくれ。甘辛さん、つけ汁はキリリと醤油が立った甘辛さんが三味一体となったクラシカルかつ新しい味わいで、夏にもぴったりのサラズバすすれば、のど越しと風味も最高な自家製麺の美味しさをより強く感じられるのもフェイバリット&ハピネス。さてここで麺にレモンをかけてすすってみましょう。爽やかな後味が最後まで飽きずにすすれる伏線となり、柚子胡椒も添えに加担してナイスアクセント。こういった細かなギミックがまた嬉しいですね。てな感じで最後に取っておいたエビワンタン、ラーメンに入っているのも良かったですが、こちらは煮干しだしに使っており、ほんのりと魚介を感じつつエビの弾ける弾力も楽しめて最高。ぜひ皆さんにもエビワンタンを追加してほしいなと思いながら本日も完食です。大変美味しくすすれました。ラーメンとつけそば、どちらも甲乙つけがたいハイレベルな美味しさでした。それではごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。いやー、磯部さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。ヤクモさんの DNA をしっかりと感じられる、あっさりしつつもベースの出汁の重厚感のあるスープがとにかくうまかったですね。麺は店内の製麺室で打つ自家製の中細麺で、スープとの相性はもちろん最高で、つるんとすすれてコシもある中細麺はしっかりとうまかったです。つけ麺にするとね、より麺のうまさを感じられて、つけ麺もおすすめですね。ワンタンの形の美しさにも脱絶望で、由緒正しきてるてる坊主型のワンタンといった感じで、特にね、個人的に好みだったのはエビの方ですね。ワンタントッピングはね、ラーメンの方だけでいいかなと思ったんですけど、ワンタンがめちゃくちゃうまくて、思わずね、つけ麺の方にも追加してしまいましたね。とにかくハイクオリティでエビがバツッと弾けるめちゃくちゃ美味しいワンタンなので、肉ワンタンももちろんなんですけど、ワンタントッピングは必須だと思います。都内に多数ワンタン麺のお店はあるんですけど、その中でもトップクラスに美味しいパイでした。今度は黒醤油ラーメンと白醤油つけ麺の逆のね、コンビネーションでまたすすりに行きたいなと思いましたね。ごちそうした。それではするの公式キャッチフレーズ、中華そば磯部さん、ワンタン界のミスターイーグルスや、やはり磯部光一は外せませんね。どうもチャルゾーです。のびです。本日も美味しいのラーメンありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、米編、はい、皆様からのコメントにする TV を返信するのびとチャルゾーが返信していくというお金になっております。はい、以前からいただいているコメントにちょっと返信していければなということで、まずこちら、はい、First English comment hereJust wanna say holy shit that looks unbelievable delicious. I now have a craving I must satisfy. Oh yeah. Oh yeah. Oh baby, I love you. Thank you. Thank you. パンチョリーナ。パンチョリーナ。セニョリータ。セニョリータ。ほらほら。全然英語でもなくなっちゃう。英語でもない。My soldier is beautiful.初めての英語のコメントだ、はい、僕はとてもすごく信じられないほど美味しそうだよ、びっくりしてる、はい、僕はもうすごいお腹空いちゃってる、もう腹ペコだぜ、もう早く腹満たさなきゃ、腹を満たしたいと。ああ、なるほどね。ありがとう。あれ一番いい答えは Thank you。 結局 Thank you ってことだ、はい。すするくん、まつげ長くて可愛いねっていうことで、何を勝手に俳句読んでんだよ。すするくん、ほんまや、まつげ長くて可愛いね。五七五調で褒めてくな。最後ハンコみたいな感じで最後に文字置いてる。はい、やっぱりすするって可愛い顔してるなっていう。なんやねん、ちょっとエッチな話になっちゃうんだけどさ。ちょっとエッチな話になっちゃうんだけど、うん、やっぱりすするって可愛い顔してるな。お前はむしろ俳句で送ってこい。もうちょい綺麗にして送ってこい。ちょっと気持ち悪いよ、ちょっと。まあ可愛いけどな、するって。ありがとな。うん。Thank you. お。